粘点移住とは、羊、ヤギ、牛などの第四位に寄生する、吸血性の線中。粘点移住上は、畜産業者に大きな経済的損失を与えており、特に温暖な地域で深刻である。中卵は、長さ70から85マイクロメートル、幅およそ44マイクロメートルで、黄色がかっており、糞便中から見出される時には内部に16。 または32細胞期の肺を含んでいる。メス成虫は、長さ18から30ミリメートルで、吸血した血液に満ちた腸管に、白色の卵巣が巻きついており、利用点のサインポールのような紅白の螺旋状の外見をしている。一方有成虫は、長さ10から20ミリメートルと小さく、特徴的な高接脳が発達している。メスは日たり万個以上の卵を産み、 それが糞便と共に排出される。糞便内の湿潤環境で発生が進み、24、摂氏29度の条件では4から6日で、第1期幼虫が孵化する。L1 及び第2期幼虫は、その形状からラブジッチ姿とも呼ばれ、糞便中の細菌を接触している。第3期幼虫はフィラリア型となり、感染性を持つ。L3 幼虫は口ククラを備えているが、 乾燥や高温には弱い。羊や木やその他の半数動物が草を喫食する際に L3 幼虫を飲み込むことで感染する。L3 幼虫は半数を通って第4位に到達し、およそ48時間以内に第4期幼虫となる。さらに脱皮して、成虫となり吸血、交尾によって卵を産む。体制獲得の基準を明らかにし、 新規薬剤やワクチンの開発につなげることを期待して、カルガリー大学、グラスゴー大学、モレズン研究所、ウェルカムトラストサンガー研究所の共同研究によるゲノム解読が進められている。ドラフトゲノムが2013年に報告されている。成虫が第4位の粘膜で吸血することによって、宿主の血液が減り、粘点異中症が引き起こされる。主な症状は蒼白。 貧血、不臭、低成長、市民、抑うつなどで、ボトル状と呼ばれる顎下の水種が見られる場合がある。成長が阻害されるだけでなく、突然死を引き起こすこともあり、畜産業者に大きな経済的損失を与えている。苦中薬で予防、治療が可能であるが、薬剤体制の獲得が広がっている。ありがとうございます。